噴町からの長望眼下に大佐山古墳群が分布する。大佐山白塚古墳は、広島県福山市新道町と手にある古墳。形状は豊墳。大佐山古墳群を構成する古墳の一つ。広島県指定史跡に指定されている。広島県東部、神戸平野北園の大佐山の山頂付近において、平野を一望する。 南斜面に蓄造された古墳である。一体に分布する大佐山古墳群のうちでは最大規模になる。これまでに発掘調査は実施されていない。墳形は方形で一辺12メートルを測る。墳球正面の裾部には天衣市場積列が認められる。主体部の埋葬施設は両袖式の横穴式石室で南方向に開口する。 花崗岩の切り石による整備な石室で、原質、沿道の間には、石柱が建てられる。副葬品はつまびらかでない。築造時期は、古墳時代終末期の7世紀前半頃と、推定される。古墳域は1948年に、広島県指定史跡に指定されている。石室原室主体部の埋葬施設としては、 両袖式横穴式石室が構築されており、南方向に開口する。石室の規模は次の通り。石室は、花崗岩の切り石による整備なもので、原質と沿道の境には石柱を立ててその上に、鴨井状の石をかけて区別する。原質と沿道の規模を揃えようとした糸が認められる。ため、沿道部を、全室。 原質部を高質とする複質構造の石室と、解する説もある。同様の構造を持つ石室としては、大坊古墳、大塚二号古墳がある。石室の奥壁には一枚石が用いられ、側壁は、原質、沿道とも二段積みである。白塚という名称の言うように、石室内面には、漆喰が塗られたと考えられるが、現在では明瞭でない。 ありがとうございます。